ポンテの紋章にコロダ・ポンテ1491年1月15日から1585年7月30日は第87代ベネチア総督。1578年から1585年まで、勤め、おおむね静かな時代だった。1491年1月15日、ベネチアの聖アグニーズにて、シチアントニオ・ダ・ポンテと母レジーナス・スパンドリーノの間に生まれた。 ポンテ家はベネチア植民地のネグロポンテ王国に多くの資産を保有していたが、それがオスマン帝国に奪われたことで深刻な財政難にあった。しかし、父がキリシャ系の妻と結婚したことは、ポンテ家が未だ東方との貿易を維持していることを意味した。このような困難にもかかわらず、ニコロは素晴らしい教育を受けた。有名なイグナシオダンティを学友に持ち、 哲学をパドバ大学で学んだ。しかしおそらくカンブレー同盟戦争の勃発によって彼は卒業できなかった。他の多くのベネチア貴族のように彼はクルススホノルムを目指した。彼はコレジオデイサビーに選ばれたがすぐに退任した。1512年から1530年の間には貿易で成功を収めサンマウリツヨに豪華な宮殿を建て、 15万ルカートを得たと推定される。1514年に薬学博士号を授与された。1520年、ルコンジラ・ルビセ・カナルと結婚し、アントニオとポーリーンの二人の子を得た。1521年から2年間、セバスチャン・ホス・カレニの代わりに、リアルトの学校で2年間哲学を教えた。1558年、息子のアントニオが彼より早く亡くなった。 1570年、サンマルコの検察に就任した。1578年3月3日、44票を得て、接戦を制し、総督に就任した。すでに80代後半だったが、彼の活発な知性は7年に及んだ。彼は多くの場所で反共権主義を明らかにした。1581年から1582年の内乱で、 住人会議が改革された。1585年7月30日、彼は94歳で没し、おいで同盟のニーコロンに財産を譲った。1590年、ポーリーンが子を持たずに亡くなり、ダーポンテ家のこの家系は断絶した。ありがとうございます。